空のヌーボラをご紹介いたします。こちらがレディースデザイン、こちらがメンズデザインとなります。雲をイメージしたリングとなります。つけ心地の良さとチラッと見える発色が魅力的なリングです。では早速試着していきましょう。はい、一見シンプルな普通の結婚指輪ですね。そうですね、正面から見るとカラーが全然見えない。でもちょっと見えますか？側面、見えます。側面はグーにしてもらう。グーはい、側面のカラー発色、こちら側からもこちら側からもチラ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 と見えるのが可愛いです。雲をイメージしてるんですって。どの辺が雲なんでしょうね。私が思うに、はい、この側面の内側部分、通常のものより内側の傾斜が何ですか、ちょっと何ですか、削られている、内側に向かって分かりますか、シュッと削られているんでしょうかね。そうです、そこが雲のモクモクモクとしたところのモクモク感実際こちらはご覧いただかないと今の表現ちょっと分からないと思いますが、そうですね、なかなか難易度高いですかね。そうですね、ただそのつけると雲のような優しさが実感できるかもしれませんね。はい、もうグーいいですか。グーいいです。はい、いきますね。はい、はい、と思います。ではそのカラー発色の部分もう少しやってみてみたいと思います。はい、はい、こちら先ほどの側面の部分見えますでしょうか。はい、じゃあそこに行きます。はい、はい、こちらはですね、少し内側へ傾斜が効いているおかげで色がのっぺりして見えないんですね。少し影が落ちるので色に深みが出てより魅力的に見えるんですよ。なるほど。なのでグラデーションとかも生きてきますし、こちらのカラーはレディースはなんだっけ、レディースはタンザナイト、はい、メンズはブルーダイヤ。ブルーダイヤも綺麗な色ですね。側面のアップです。はい、先ほど指につけた時は少し見にくかったと思うので、こちら内側の傾斜の部分、そして少し影が落ちる部分、これはレディースですね。なんとなくわかりますか。はい、メンズも、わー綺麗、ブルーダイヤ、色の濃淡っていうのがすごくわかるような気がしますね。はい、はっきりわかるので本当にシンプルな結婚指輪なんですけれども、このサイドから見た時ちょっと人に見せてしまいたくなるような、そんな楽しみ方があります。チラ見せですね。チラチラチラ見せです。まるで雲間から差し込む光をカラーで表現しているようなデザインでしたね。つけ心地、デザイン性、そしてカラーを五感で楽しめる結婚指輪です。